井宏樹は最終ラインを指示、ショルツとホイブラーテ、そして対角のパス落としたところ、シュートだ。先制点は浦和、大久保と伊藤で取りました。やってたボールが出ました ね、 そうですね。あるんですけど、まあ、背後に斜めに出た大久保で、自分が出たことによってスペースが作れる、でそこに伊藤が入ってきたっていうプレーですね、まあ、一番手前イモベルク、その手前、まあ、ここに出た時にいいスペースを伊藤も見つけましたし、はい、まあ、攻撃も来てたんですけど、